どうも、競馬ラビケーターの竹内です。今回は以前視聴者さんからリクエストがありました、まあ、競馬レースの見方、まあ、レースをどうやって見たらいいのか、そして、まあ、どういった視点で見ると穴馬を見つけられるのかというところで、えー、実際にレース映像を使いながらちょっと見ていきたいと思います。で今日の内容ですけど、まあ、レース内容評価とはというところから始まって、実際に丸4のところで、えー 映像を使って見ていきたいと思いますので最後までぜひゆっくりご覧くださいではまずレース内容評価というところですけど基本的に馬の能力金素のレース内容を評価するのは、まあ、皆さん競馬新聞を使って評価するのが一般的だと思いますただし過去のレース映像を実際に見ることは重要な作業と言えます確かにペースや位置取り まあ、ラップといったデータ関係は、えー、馬柱そういったまあ競馬新聞のデータを見れば分かりますがどんなに競馬新聞を眺めていても分からないことも実際にはありますそれこそレース映像を見てて初めて気づけることもたくさんあります、えー、例えば、まあ、今回コース取りというところで書きましたが前走同じレースに出走して1着からの着差がともに 秒差だったた A という馬ととといいうう馬馬 B 頭が今回も同じレースに出走ししてきたとしますこの場合どちらを能力上位と判断するかの基準として前走のレースでのコース取りを比較する手があります終始インコース内をロスなく通ってきたのかそれとも道中ずっと大外を回して距離ロスがあった上での同じ着差なのか こういった点を踏まえて内容によって価値は異なってきますそして枠順による差を考える現代競馬においては各馬の能力差が非常に少なくちょっとしたことで着順が入れ,か入れ替わることもしばしばですまあ代表的なところが有馬記念が行われる中山芝2500だったり同じく中山の芝 1600m だったり 圧倒的に外枠不利でもう枠順によってある種運命が決まってしまうというコースも中にはありますその枠順は今言ったようにちょっとしたことで着順が入れ替わる現代競馬の中においてもその要素として最も最たるもので最内と大外の差はかなりのものがあります同じ着差だったとしても枠順を考慮して判断しないと 価値を見誤ることもあります。もちろん、馬の個性や舞台設定により、最内が有利とは限らないケースもあります。これはどういうことかというと、まあ、気性に激しさだったり、えー、ちょっと癖があって、えー、内枠とか、えー、包まれるとこは逆に気分よく走れない馬、もしくは中山ダート千里のように、外枠の方が圧倒的に有利と、えー、言われるコースもありますので、 必ずしも左右値が優位とは言えませんがそういった枠順の差を考考慮して考えてえいく必要もありますそして今日の映像を使ったちょっと実際のケーススタイルと言いますかところなんですが馬柱からでは判断できないことや関係者がコメントしていない不利もレース映像を見ることで初めて認識できるケースがあります。 ここで分かりやすい例と分かりにくい例の2つを見てケーススタディとしたいと思います。えそれでは一つ目の事例なんですけども、えー、まずこちらは、まあ、東京芝1600昨年10月の秋のレースなんですけども今ね一番の東海オルデンという馬がうちから ええー、最内ですね。ーーます今三番手にいます。で、ええ<番>、これがですね。<番>この後、まあ、手応えは抜群なんですけどもーー、えー。本当にいかにも前が詰まったという状態で。残り。一アロン。残り二百まで、なかなか。加速できるいますので、ちょっと見てみてください。ターミナルが追い上げてきました。前の争い、坂を登ってくるところ。わずかに十四番。西のアップルパイ先頭ですが。外から迫ってくるロジースカーレット、間からマイネルベレーの。ちょ東海オルデン ちょっと前が狭いか、残り二百を切って外から十六番、第一ターミナルを追い込んできている。前なるすは抜け出した二番のロジスカーレット、これをめがけて追ってくる十六番の。第一ターミナルですが、ロジスカーレット抜かせない五類。はい、今見ていただいたように、これはいかにも。誰が見ても前が、詰まっていて、不利があったとわかる、わかりやすい例でですね。前が開いてからは、再加速していて、スムーズな勝っていたと推測できるパターンだと思います。 まあただとはいえこのままこのあと連投で、えー、レースにでてきて3番日記16着と大惨敗していますですので必ずしも不利があった次のレースで激走するとは限らないんですけどももし次のレースで人気が落ちていたのであれば狙ってもいいパターンじゃないかなと思います、えー、そして前が詰まったというフレーズはよく関係者の敗因理由としてコメントが出てくるんですけど そもそも足がなかったケースというのもよくあって最終判断は自分で冷静像を見て判断することに越したことはないですねえー、極論言ってしまえば足がないから詰まる割ってこれないという表現もできますのでそのあたりは実際に冷静像を見て、えー、自分で判断するのがいいと思います、えー、続いて2つ目の例なんですな例なんですけどもえ喫下症で昨年ユーキャンスマイルが10番人気で3着と 激走したんですけども、まあ、というのもこのままキッカ賞の前のレースでは1000万下を解消したとはいえ春の時点では京都新聞杯 G2 で6着ということで、まあ、ちょっと上位とは開きがありましたで、この京都新聞杯がポイントとなっておそらくまだ G1 では厳しいだろうという評価を手伝って10番人気だったと思いますただしこの京都新聞杯の6着をレース映像を踏まえてみると実は 4コーナーで大外回してすごい距離ロスがあったことがわかりますですのでちょっと映像を見ながら考えてみましょう 今、ここですね、12番、ユーキャンスマイル、いるんですけども、このあと、徐々に進出しながら、上がりながら、コーナー回っていくので、かなり4コーナー、オースト回します。ちょっと今、打るの,ので見てください。ここ、今、右から2投目ですね、かなりオースト回していて、左右打ちの馬ととんでもない差があることが分かります。ここからかなりまあ頑張って、追っておって、最後、追い詰めてきますので、見てみてください。 内は食い下がる6番名将鉄痕外からは12番のユーキャンスマイルも襲いかかるが先頭は13番ステイフーリッシュコールンということでですね、まあ、あれだけの差がありながら最後よこそあそこまで追い詰めてきたということでこれを踏まえての6着であれば、えーまあ、重賞ではまだまだ力不足という評価ではなく、えー、道中距離ロスなく進んでなおかつ名手ドの3000を。 知り尽くした滝豊かであればもしかしたら上位進出もありえるかもしれないという推理ができればこの菊花賞ーキャンスマイルの激走を見抜くこともできたかもしれません。ということでまとめですね。いくら競馬新聞を眺めていても競馬新聞だけでは分からないことは必ずあります。僕もデータ派、馬柱派ではあるんですけどもできる限り過去の冷静図を見るようにしています。 結論としては楽して取れるほど競馬は甘くない。えー、偶然の的中ではなく必然の的中を目指して、えー、これから競馬予想を頑張っていきましょう。では今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。